はい、皆さんこんにちは、西岡義人です。今日はですね、恒例の選手の紹介をしていきたいなというふうに思います。今日紹介するのは皆さん大好きエバンス選手でございます。はい、皆さん大好きというか、まあ、僕が結構当たって、まあ、勝率が高いということで、多分日本のファンの人たちはエバンス選手のことを結構知ってると思うんですけども、まあ、もちろん昔から結構トップにずっといて、まあ、錦織選手との試合もしてますし、他の日本人選手もたくさん試合してる選手なんで、結構日本人のファンの人には馴染み深いような選手なのかなというふうに思うんですけど、まあ、僕が実際やって、まあ6戦6勝っていう結構珍しいんですよね。今トップのランキングに位置する選手たちでやり合っても多分こういう結果ってほとんどならないので、まあ、それは結構まあ珍しいんですけど、まあ、どういう選手なのかっていう、まあ、結構僕も試合やってるんで、それをちょっと紹介していきたいなというふうに思います。今ですね、ランキングがシングルスが30位で32歳ですね。身長はね結構低くて175センチなので、今のテニスのトップツアーの中では結構やっぱ低い選手になってくるかなと思います。シングルスの最高ランキングが22位でツアータイトルが1勝っていうところで、一回ドーピングみたいなところでツアーからは離脱はしてるんですけども、それからカムバックしてきてずっとこのランキングにいるので、かなり技術が高いと思います。僕の中でやっぱりその身長が低いっていうところで、で特に片手ハンドですし、めちゃくちゃパワーがある選手じゃないんですけど、やっぱりこの何がうまいのかっていうと、このタイミングだったりとか、やっぱスライスがうまいですね。片手ハンドのワウリンカ選手とかティエム選手とか、思いっきり後ろからヘビースピンかけてフラットだったりと、もうしっかり思いっきり打てるバックハンドっていうよりは、結構タイミングで早くタタンってライジングで打っていってネットに取っていったりとか、基本ベースはスライスが多いので、スライスでコントロールをしていってフォアに回り込んでいくっていう、このパターンが結構好きな選手なのかなというふうに思ってます。僕が結構見ていてすごい上手いなと思うのは、スライスの内訳っていうところがやっぱり彼のポイントの組み立てでとても上手いところで、エバンス選手の試合を見てほしいんですけど、浅いドロップでもないし、まあ、言い方的にはあれなんですけど、なんか中途半端なところに結構低くスライスを打ったりするんですね。相手のバックハンドに打ってネットに行かせるか、そのまま打った後に戻るか、結構迷うぐらいの中途半端なところにバックハンドを打って、で帰ってきたボロフォアハンドに回り込んでネットを取っていくっていうパターン結構多くて、これのコントロール性っていうところがめちゃくちゃ高いなっていう風に思います。あとやっぱりその出て行った時の、まあボレーの上手さですね。結構コントロールがめちゃくちゃいいので、ボレーのタッチがすごいいいというよりは、ベーシックにすごい綺麗に上手いです。ボレーの当てる感覚っていうところがすごい上手くて、やっぱりイギリス選手ということもあって、やっぱ芝のコートも得意ですし、結構そういう早い展開を好んだ選手かなというふうに思います。なんでこれこういう選手に、まあ、僕が勝ち続けているとかっていうところは、まあ、一個は正直結構いろんな運とかもあると思うんですよね。相性っていうのがテニスは結構あるので、まあ、それがすごいハマっているっていうところはあるんですけど、一つはトップツアーで比べるとやっぱパワーがない選手になってくるので、どうしてもその技術だったりとかコントロールで勝っていって相手を倒していくっていう形を取っているエバンス選手なので、まあ、僕が結構それを我慢できてしまうので、そこが結構多分彼的には僕とやりにくいところなのかなというふうに思います。このコートカバーリングがやっぱ僕は広いので、崩したって思ったところから僕もそこからカウンターが打てたりとか、本来だったら返ってこないようなところからでも僕は結構返ったりするので、それが結構彼からするとまだ続くのみたいな、ここの思ってないボールを返ってきてしまうのが多分彼の中ではちょっと相性的にはやりにくい、まあ、あとはやっぱ僕は左利きっていうところもあるので、まあ、どうしても片手ハンドの高い打点っていうところは誰にとっても結構弱点になってくるので、僕はやっぱりエバンス選手やるときはやっぱそこをいかに狙って我慢できるかっていうのを結構やっていくので、やっぱ我慢比べの勝負になってくると、どうしても僕が我慢の勝負をずっとしてるので、エバンス選手はどっちかというと我慢勝負というよりは展開で勝負をしていってる選手なので、やっぱりその戦い方になってくると、どうしても毎回僕に部が来ることがやっぱ今のところは多いかなというふうに思います。まあ、ただ今ですね、クレーコートでも結構勝ってて決勝に残ったりとか、もちろん芝のコートは強いですし、ハードコートももちろん強いっていうところで、結構ねやっぱどのコートサーフェスでも、まあ、全体的に結果を出しているっていうところでいくと、本当に多分いろんな選手に勝てる能力がやっぱ高い選手なので、僕がちょっと負けたことないのであれなんですけど、他のトップ選手にも勝ち続けている実績を見ると、やはりめちゃくちゃ強い選手の一人かなと思いますね。個人的には日本人の体型に結構似てると思うので、参考にできる選手の一人だと思います。タイミングのうまさ、そしてネットの取り方、そしてネットのボレーだったり、さっき言ったこのバックハンドのコントロール、スライスのコントロールっていうところとかもできること結構多いと思うので、
僕はこういう選手を真似していくと低身長いわゆるまあ大きくない選手たちも結構取り入れれる部分が多いのかなという選手の一人ですね。なので僕的には結構もっと参考にされてもいいんじゃないかなっていう風な選手になっています。今回はですね、イギリス出身のダニエル・エヴァンス選手の紹介でした。多分ね、僕が思うに彼とはまたどんどん当たると思うので、彼は一回僕と試合するときに、もうこれは呪いだって言って試合中に嘆いてましたけど、多分まだまだ当たっていくと思うので、僕も負けないように頑張りたいですし、ぜひ、楽しみにしていてください。ということで、皆さんこの動画が良かったと思う方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんありがとうございました。宇宙チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして、ズームを通じて試合後の、感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どんどん追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。